はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、運動は最高の認知症対策である。そして、認知症ケアとしての運動療法の可能性についてですね、リハビリとケアマネの視点からわかりやすく解説をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。近年の調査結果で、認知症の進行抑制ですとか認知機能改善、それから生活動作障害の改善に、やはり運動療法が、特に習慣的に行う有酸素運動がいいというのが知られています。で、中でも認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知症に対しては、特にこの運動療法効果的であるということが知られています。具体的には、1日15分以上の運動を週3回以上行うと、認知症の発症率を 38% 軽減させることができるというふうには知られています。で、その理由として、これまで認知症はやはり脳の機能がかかっていることが多かったんですが、脳の機能というのはやはり加齢によって成熟した後は、あと一方的にこう低下するものであるというふうに考えられていたのですが、近年やはり脳科学の進歩ですが、研究が進んだということで、脳内の記憶ですとか情動を司る海馬と呼ばれる場所については、有酸素運動によって BDNF と言われるタンパク質が、ね、より増加するということが分かっています。で、これによって年齢にかかわらず神経細胞の容量が増えたり、神経同士のネットワークがよりつながるということがですね、判明しています。そして運動療法はもちろん認知症そのもの、ね、こう脳機能への効果も高いんですが、同時にですね、やはり高齢者の方が多いので、高齢者の転倒防止ですとか生活習慣病の予防というところもそうですし、それは気分転換によるストレスの軽減というところも効果としては期待できます。おすすめとしては、やはり疲れですとか痛みが残らないように無理のない程度で行う運動、例えばスライドの方には散歩ですとウォーキング、まあ、特にペット連れてる方でもいいと思いますし、それから水泳あるいは水中ウォーキングでも十分効果があります。それから家事全般、まあ、庭仕事なんかも特にいいんですが、そういったことがですね、挙げられてますので、ぜひこのあたりをですね、参考にしていただけると幸いです。で、そしてここからは有酸素運動の効果をさらに高めるための方法についてですね、解説をさせていただきます。で、有酸素運動の合間に、例えばしりとりですとか計算ですとかクイズなんかを行うこと、運動と同時に頭の体操も行うこと、これ例えばデュアルタスクなんて言い方もされますし、まあ、具体的にこれを実践したコグニサイズなんていうものもあるんですが、こういったものがいいというふうにされています。で、これ日常生活においても実は同じでして、同時に2つ以上のことを行うとより効果を高められるということが実は分かっています。で、さらに有酸素運動の合間に自身の体重を利用して、いわゆる自重トレーニングというものを行う、いわゆる筋トレ、まあ、正式にはこれレジスタンストレーニングというんですが、こういったものも実は高い効果が実証されています。で、特におすすめはこのイラストにもあるスクワットです。ただ立ち上がりいくとやっぱり不安定でちょっとふらつくなんていう方は、椅子につかまりながら行うなんていう方法もあります。その一方で、やっぱり運動療法というのは新たに行うのなかなか大変だという、負担も大きいという側面もあります。なので、おすすめは朝起きたら他の人を誘いながら、例えば体操をするですとか、頭の中に地図を思い浮かべながら近所まで歩いてみるという方法であったり、エレベーターですとかエスカレーターをですね、あえてしっかり階段を使うなんていう方法があります。こういった形で日常生活の中に運動を織り込んだり取り入れるということも十分効果がありますので、こういったところも進めさせていただきます。やはりこちらもポイントとしては、無理や負担にならない程度のがいいと思います。具体的にはこういった運動をですね、1日30分以上行うと十分効果がありますので、ぜひこれらをですね、参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。